ダッシュでご指導ありがとうございます。アクセルトラックラブの草野です。アシックスの小磯です。いつもお世話になってます。お世話になってます。今日ヨシキは体調不良です。遅刻じゃない、はい、ということでお二人ということはアシックスのシューズスパイクに触れていきたいんですけれども、実はですねとんでもないイベントがランニングスタジアムであったということで、一回ご覧ください。レッドカーリー選手とナンシコーチです。方はの方が多いでしょう。2022年の世界陸上 100m 優勝者カーリー選手がアシックスの契約選手ということで、はい、アシックスのイベントに参加しているということで、どうでしたか、その生で見たし。いやー、世界チャンピオンを現役脂が乗っている時期は生で見るっていうことはなかなかなくて、はい、今ゴールデングランプリって言われてるものは、まあ、スーパー陸上って言われていて、2004年に僕初めて見たスーパー陸上でジャスティン・ガトリン選手だとか、はい、モーリス・グリーン選手、古いなって思われたと思うんですけど懐かしいなと思ってスタジアムで見るのでやっぱ遠い、うん、これだけ近い距離でチャンピオン見れるってのはなかなかない機会なので、ごまするなくてよかったそんなことよりですよ、対決したわけですから徳さん、うん、結果は多分後で言うとは思うんですけど、はい、僕もちょっと分かんないですけど、うん、ありがとうございました。動画上がった瞬間のそのハッシュタグ見た時は、うん、スプリントでしたね言わせてもらいますけど、全く押してなかったんで登録者ね、10万人にあぐらかいてこいつ何もしなくてもなんでやっぱそれだけ草野さんは引き出しがあるから、僕はもうあの動画が精一杯なので、ここに結果が今日間違えちゃいけないんで読み上げようと、まあ、前回動画を撮らせていただきまして、はい、約1ヶ月ですか、投票であれやこれやちょっといろんな選手からのバックアップとかコメントもありながらで、こういう風に波があったんですけども、非常に僅差でパーセンテージで言うと 58%、42%、 結構って言っちゃうとしてるんですけども、僅差でした。 58% は 42%、 勝者ヒートフラットです。秋谷先生の方で、ありがとうございます。ありがとうございます。そういうこと、全然勝った気になれないです選手がいろいろ後押ししてくれたってあったんですけど、大多数ヒートフラットじゃないですか本当に僅差と言いますか、ヒートフラットの人気がすごい強くて、発売前からもう実は厚底ってワードもそうですけど、かなり引きが強かったというと、今までヒートスプリントの反発っていうところもやはりメリットはあるんですけども、やはり新しい方に皆さん目が行ってしまうとか、ヒートフラットの方がかなり優勢だろうなとはちょっと思いながらも、けど42と58、本当にもう好みの差で分かれる、うん、ありがたいです。本当に感覚で選ぶっていうところがお二人の力では、まあ、吉木さん3人の力で、僕は代表していただいた皆さんもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、勝てなかったなすごい勝ちにこだわってます。そうですね、今回は、まあ、本当に今当初から草野さんも頭を悩ましながら、普段の試合では履かないものをなかなかね、コミュニケーションとかあったんですけど、実は背景にこちらもまたいろいろちょっとこうテクストを引かせていただきまして、はい、今日まあイベントが先ほどあったっていうところもありまして、はい、そのタイミングで、まあもう SNS でご存知の方いらっしゃると思いますが、新しいモデルのものをまた登場させようと思っております。まさか、待ってくださいよ。まあそこはやっぱり勝者の方には今回しっかり頑張っていただいたというところで、まあでも草野さん僕の足サイズ同じなんで共有できますいやー、勝者の上からのこれが10万の力か。すでにトップ選手が着用しているっていうところで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、なんだなんだっていうところも始まって、振らないのかどうするかっていう話とかしたんですけども、ついに、まあ、お待たせしましたというところで発売が近くなっておりますので、今日は、はい、勝者にっていうワードもそうですけども、はい、まずは一旦どんなものか、はい、うわっ、かっこいい。ちょっとみんなで見せてきていいですか。メタスピード SP でございます。皆さんやばい、待望の、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。反応に困るなふざけられなかった、ふざけられなかったふざけられなかった。本当厚底ってこういろんなメーカー出して着用された方非常に多いんですけども、はい、ついにアシックスからもお待たせしましたというところで、厚底のタイプが出てくると。まず一つ目のポイント、まずシューズのスペックに関しましては、反発、まあ、バウンスから跳ねるっていうワードと、あとは推進力っていうワードがやはり今回のスペックには
入ってきてると思う。カーリーも言ってましたよね。バウンスがあって、はい、推進力があるっていう、草があって、それぐらい感じられるってことですね。なるほど。今回のポイントは、まずこのミッドソールがまずやはりこのバウンス感では一番大きい影響力を与えていくと思うんですけども、FF ブラストターボっていうのもおなじみ、スピードスカイとかと、そうですね、同じやつです。短距離仕様にするがためにミッドソールのバランス、そしてこの上の足裏直下にカーボンのブーレングスのプレートが入っているというところです。下に引くことが多いと思うんですけど、はいはいはい、上でより直下で速い、まあ、レスポンス感もそうですけども、効果を得るために新しい設計になっている。つま先部分に行くに従ってこう細くなっているところで、スタート局面でもしっかりと安定感が出せるというところも考えられていますし、使いやすさというワードはやっぱり入ってくるかなと思います、うん、反発推進力というワードも多いんですけども、やはりまとまった感じ、あとフィット感もそうですけども、アシックスの強みというところはしっかりとこのシューズに、DNA が入ってくるかなと、うん、テカテカ感っていう、まあ、ここに関してはカーボンです。こちら樹脂材、ピンが今回7本、6の方はなかなかない、なかなかないですよ。でこのテカテカ感っていうところに目が行きがちなんですけども、はい、ポイントはもう一個この凹凸が見えるかな。今までのスパイクってこういう尖った部分が多かったんですよね。ただここの凹凸感があることによってミッドソールを薄くしなきゃいけないっていうところがありますので、ミッドソールの反発を得るために、まあ、この厚みを担保するためにこちらはあえてこのギザギザっていうところを圧搾しているというところになりますので、山型とかいろいろあったものが今回はなく、ミッドソール、そしてピンでグリップを担保していると。結構今回はこういうシュッとここをシェイプに絞った感じがありますけども、安定感が担保できるように前スク部分のこのしゃもじがなっていっちゃうんですけど、前がこうバカーンとこう広いような、接地面広いように、結構このギュッてあんまりやっちゃいけないですけど、こういうあの反発っていうのをかなり感じるようになっています。体重乗った時にはバチンとこう推進力反発が得られるようなデザインになっていると。見た目やっぱりカーボン使って硬くてっていうような声があるかもしれませんが、フィット感と体重移動がしやすいような、まあ、デザインにしているのがこの4分の3プレート。そもそもフルでカーボン入ってるんですか。そうですね、もともとはもう入っちゃってるので、ここはもうフィットコントロール、動きのコントロールのところがポイントになっている。ダッシュで行こうぜ。そしてアッパー、アッパー、はい、こちらはですね、23年採用しているものもありますし、マラソンシューズでもすでに使われていますモーションラップアッパーというものを採用しておりますが、マラソンシューズで使ってるんだったら、いや薄くて大丈夫っていう声があると思うんですけども、表のところに関しましては同じ材質を使ってますが、やはり短距離スパイク前足部分とか、この特に中足部分っていうところをかなりこうフィット感をコントロールするように裏材を使っております。今回のポイントはこのドットの形状、ああこうだ、こんな感じ、うん、こんな感じでドットのあれが入ってますと。それ小さかったり大きかったり、そう、今までって例えばフィット感を上げたいところにはこう裏材をバーンって貼ってしまうと、柔らかい硬い部分とかってこう差が大きくなっちゃうので、なるべくこれ1枚にした中でこのドットの丸さ、まあ、軽量感を出すためもそうですけども、フィット感を柔らかくしなやかにしたいところはドットを大きくして、ハードにしたいところはドットを小さくして、1枚で表現ができるようなムラがないといいますか、フィット感を与えたいんだけども、1枚足にしっかりとこの全体でコミュニケーション取れるようなデザイン、裏材になっているというところが今回大きいと思います。今日はちょっとこのものはもう選手用っていうのが今日履けないので。これ僕のじゃないですか。これ違う、あこれはあの今日撮影用だけなんで、あ、はい、別日で。なるほど、はい、あのサンプルをお持ちしまして、勝者にはしっかりと、しっかりと、はい、そちらをまず履いていただくことができるかと思います。そんな悔しいことあるんですか。勝負ですか。はい、そうそう、ダッシュで行こうぜ。一個告知ですか。告知、告知しましょう、はい、告知しましょう、はい、実はこのメタスピード ASP に限って、はい、アシックスの EC サイト、こちらの方で発売前に事前に抽選エントリーを、してもらうことが、可能になりました、うんうん、はい、ただし条件が、例えばインターハイとかいろんなところでアシックスで日本陸連の大会とかでこうブースを出してます、はい、そこでまあ私もいますけども、オールウェザーを引いて、まあ、試し巻きをしてるんですけども、はい、このメタスピード SP に関しましては、そこの試し巻きをしたトライアシックスに参加した方、こちら SP を履いてサイズを確認した方、そして、説明を聞いてちゃんとコンセプトに、理解した方、いろいろもろもろ理解した方に限り抽選エントリーをしてもらうようになりました。ハードル高っ。高くないですか。高いです。高いですよね。買えねえじゃんみんなっていう雰囲気があるかもしれない。はい、はい、そうしました。そうしました。許してください。許した、はい、いろいろあると思いますけども、はい、そうしました。しっかりとしたコンセプト、はい、あとはまあいろいろありますけど、やっぱその競技者にダイレクトにやっぱりお話をさせていただいて、ご理解いただいてっていうところがやっぱり一番いいのかなって。東の大地ゴールデングランプリ、ゴールデングランプリ、はい、こちらでサイズレンジを全部展開して試します。どこでしょう。横浜。そうですね、横浜、東だけだと
と、もちろん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 。ってことは西があるってこと。もちろん西の西のパターンで。日本選手権。おお、はい、はい、こちらでも試し巻きを行っていく。両方行くんですけど、はい、有利になったりします。当選率倍みたいな。当選率倍みたいな。当選率倍みたいな。はい、ないですね。あとは今後のアクションになってくるんですけども、発売前まではぜひぜひうちのチームでもメタスピード SP とか履いてみたいんだけど、そこ一ついけない方も、はい、もちろんもちろんいらっしゃるので、リクエスト受けれない方今動いております、はい、まあ、応募フォームのところでぜひ来てよアシックスさん。それ学校でもいいんですか。学校とか、はい、ああなるほど。なんとか中学、なんとか高校、あれなんとかクラブで試させてほしいことがあれば、はい、できると思います。出張小石さんとかですか。極力いきます。極力ね、いきます。そしたらいいですね、うん、より届きやすくなります。ぜひそういう熱い思いを応募していただければ、ぜひぜひお持ちします。今日履けない悔しいっすね。そうですね、少々待ちます。はい、多分視聴者も今ムズムズしてると思うので、履かないかいっていう感じで、その思いを持ってトライアシックスの場に、そうですね、来てもらえたいですよね、はい、レビューとかまた後日上がりますので、そちらも皆さんぜひチェックしてください。それでは本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。